野道退治に。あ、先輩、田先輩おはようございます。少しはタルタロスで力をつけたが、はい、絶好調、問題ないっす。かなりつけました。楽しみにしといてくださいよ。お、あと間もなくで俺の怪我は完治する。お、じゃあ田中先輩復帰だね。先生に復帰すれば戦力上がるだろう。やった、楽しみ。あ、来た。今日は満月、試練が来ると予告された日だということでね。何か良くないことでも起きるのだろうか。ということで、こんな感じでね。まあ、大体毎月、ボスシャドウがね、満月の日に襲ってくるんですけど。奴らの目的は何なのかっていう感じで。なんだろう、エヴァンゲリオンでいう、なんか、使徒みたいな感じでね。なんか襲ってくるんだよね。なぜか。そうそう。で、それだな、多分分かってくるんだよね、話が。今日は初戦ですね。満月の、など。何が起きてもいいように今日は寮で待機していた方が良さそうだということで行きましょう。あとこぶつさんこんばんは、ありがとうございます。今日 P3P リマスターですね。あ、来た。上げ時間入ります。今日こそボス倒しましょう。した。上げ時間入りました。寮の作戦室。ミツルが一人で情報支援用の機材を操作している。ミツルさんしか、こう、俺、あれなのかな、こう、詳しい人いないのかな、こういうのに。メカに。大変だよね。あ、お疲れっす、先輩。どうですか？なんだ、まだやってたのか。まあ、どうだどうだ？敵はいつ来るとも限らない。まだ来てないみたいね。タルタロスの外まで見張ろうなんて。そう簡単にできるものか。本音を言えば力不足だな。やっぱりね、圧倒的人材不足ですよ。私のペンテシレアでは情報収集はこの辺りが限界かもしれない。ペンテシレア、多分これはミツルさんのペルソナかな。いやー、ちょっとアットホームな職場なんでね。ちょっと求人かけよう、求人。しかしペルソナの力というのは想像していたよりだいぶ幅広いものらしい。何しろ次々とペルソナを変えながら戦えるものまで現れたくらい。あ、それ私のことですね。彼の能力には特別なものを感じる。ああ、やっぱり得意点みたいなね。まあ、主人公ですからね。まだ覚醒して間もないというのにな。いや、それほどでも褒めすぎですよ。あんな奴が現れるとは驚きだ。あら、真田先輩まで気分いいな。しかしペルソナを使うのは俺たち自身。それを活かせるかはあいつ次第だな。お、来たか来たか。これはシャドウの反応だ。シャドウだ。何、本当に見つけたのか。でも待て、反応が奇妙だ。大きすぎる。ボスボス、こんな敵は今まで。あ、初めてなんだね、こんな強大なシャドウは。さあ、なぜこんな強大なシャドウが突然現れたのか。まさか先月出たのと同じでかいやつか。なんかのきっかけがあるのかな。間違いないだろう。そうか、思いがけず楽しめそうじゃないか。あ、バトルジャンキー、バトルジャンキー真田。他の3人を起こすぞ。ああ、いや、きついねこの職場。いつ叩き起こされるかわかんないからな。シャドウ出たら出ないとな、時間関係ないからな。大変だよね、しました。これ、ね、これ給料もらってもいい仕事だろ、これ。なんすか、敵っすか。タルタロスの外でシャドウの反応が見つかった。来た。詳しい状況はわからないが、先月出たような大物の可能性が高い。ボスボス。外に出た敵は仕留め逃すわけにはいかない。影時間は大半の者にとってないものだ。そこで町を壊されたりすれば矛盾が残る。おう。ま、要は倒しゃいいんでしょ。じゃ、影時間で物が壊されても現実でも壊されるんだ。またあんたは。これの設定は結構ややこしいね。秋彦はここで理事長を待て。冗談じゃない、俺も出る。いや、ダメだ先輩、まだあばらが、あばらだったっけ、言ってるもんね。ま、給料もらわないとやってらんないだよね。足でまといになる。これ学生相当ブラックだぞこれ。学生だからって無給でやらされてんのこれ。
部活動扱いなんでしょう。ちょっとブラックすぎんこれ闇を垣間見たんだけど今なんだと。彼らだって戦えるさ。少なくとも今のお前よりはな。秋彦、もっと彼らを信用してやれ。みんなもう実践をこなしてるんだ。そうです。先輩は今日は休んでてください。くそ、任してください。俺マジやりますから。順平は黙っとけ。仕方ないな。現場の指揮を頼む。あ、はい、わかりました。俺ですね。はい、順平より俺ですね。はい、わかりました。やっぱこいつかよ。ああ、やばい、拗ねてる拗ねてる、やばいぞ。頼むぞ、できるな。任してください、先輩。やってみる、無茶だ。なぜ自分が。確かになぜ自分が。なんで俺なんでしょうか。わけなんていいじゃんか。認められてんだからさ。寝るなんてお前は。お子ちゃまか、順平。要は、今まで通りってことだろ。つーか、なんかお前、このままリーダーが定位置になりそうだよな。不服か、お前。不服なんか。ま、別にいいけど。絶対良くない顔してるじゃん。なら、3人は先行して出発だ。ミツルは準備がいるんだろ。割とギスってますからね、人間関係。あ、駅前で落ち合おう。行きましょう。了解です。ゆかりとミツル先輩はなんかちょっとね、不仲説あるし、順平もちょっとね、よく思ってないから今、主人公のこと。お前ばっかりって。行きますか。ギスギスした職場です。ブラックじゃん。すげえブラックな職場なんじゃないか、俺もしかして。よく考えたら。行きましょう。新都市交通、姉外る、岩戸台駅前。駅ですね。電車の。ミツルはまだやってこない。なんか地下？地下の赤いの。すぐ来んだろ。まあでも1年生ね、実戦まだ間もないぐらいだからね、不安じゃないかな。大丈夫なのかな。今夜は満月か。でも主人公いるからな。なんか影時間に見ると不気味ね。あれは血なのか。なんだ、バイクバイクバイク。あ、なんだ？バイクだ。不良か不良か。大型のバイクが目の前に止まった。遅れてすまない。これミツルさんのバイクだよね。バイクこれになんかいろんなもん積んでるんだよね。なんか多分シャドウと戦うための。いいか、要点だけ言うぞ。はい。情報のバックアップを今日はここから行う。君らの勝手はこれまで通りだ。はい。シャドウの位置は駅から少し行ったあたりにある列車の内部。列車の中に入れた。わかりました。そこにシャドウがいるのね。でっかい。そこまでは線路上を歩くことになる。電車来ないですか。え、線路歩くってそれ危険なんじゃ。ナイス、準備。心配ない。大丈夫。影時間には機械は止まる。無論列車も。そうだね。そうか。動くはずはない。なるほどね。いや、止まるのか。どういう原理だろうね。考えたらこれは特別性だ。あ、確かにすごいなこのバイク。それに状況に変化があったら影時間でも使えるバイクなんだね。特殊なバイク。よし、では作戦開始だ。じゃあ行くぜ。行動開始よ。はい。うっす、行ってくるっす。順平緊張すんなって。そんな大丈夫、俺いるから。俺がいるから大丈夫よ。俺あとペルソナ準備してきたし。これだよね。多分俺いつも通学で使ってるやつかな。はいはい、何ですか。聞こえるか。はい、ちょっと音声悪いですね。あ、はい、大丈夫です。今着いたんですけど、パッと見じゃ特に。敵の反応は間違いなくその列車からだ。ちょっとその音割れてますけど大丈夫かな。3人とも離れすぎないように注意して侵入してくれ。はい、わかりました。行きましょうか。腕が鳴るぜ。つーか、ペルソナが鳴るぜ。じゃあ乗り込みますか。行くぜ。ゆかりは真っ先に乗車口へ続く足場に飛びつき登っていく。意外とアクティブ。覗かないでよ。じゃあ、待って、覗かねえよ。じゃあ後ろから来いよ。一番最後に来いよ、お前は。へいへい、覗かねっつの。意識過剰か、お前は。準備やめろ。てか、見えたらしょうがねえよ。おい、このエロヒゲ。準備、ここに埋めていこうか。よし、埋めそうぜ。埋めよう埋めよう、こいつはもうここで。見たいやな。順平の扱いがひどい。すいません。モノレール、
最後尾車両、最後尾車両。棺のようなオブジェがぼつんと立っている。これ、人間つか乗客だよな。そうね、鍵時間になると、人間は棺に入っちゃうのよね、普通の人は。体勢がない人。一人しかいねえじゃん、乗客。なんだなんだ。お、ドアが滑り閉じてしまった。どうした？何があった？なんかドアが閉じられました。それが閉じ込められたみたいで。シャドウの仕業。シャドウの仕業だな。確実に君らに気づいているということだ。やばいな。あいつらも意志があるんだな。何が来るか。何がしたいんだ一体。シャドウ。より一層注意して進んでくれ。でも進めないんじゃない？これ扉閉まってるよ。了解です。さあ行きましょう。これなんか話しかけて意味あったっけ。はい、棺桶が立ってる。これだけかい。それだけだった。今10号車11号車にいるみたいですね。左下に書いてあるけど、多分一番前の車両に行ったらボスがいるんじゃない。敵、あれ敵出ないな。ね、いないね。佐藤いねえじゃん。なに、拍子抜けだよね。あれ、このまますぐ行けたっけな。全然棺桶意味ねえ。少なくね？終電か？終電か？なんか妙に静かだね。あ、妙だな。あ、来た来た来た。出やがったな。何？あ、こっちに来いって言ってるの。シャドウは先頭車両で走り去った。ちょ、こら！結構知能あるんだね。待て。はい。敵の行動が妙だ。嫌な予感。こんな作戦立ててくるんだ。罠だな。そんな、追っかけないと逃がしちまうっすよ。現場の席は君だ。え、丸投げっすか？先輩、ま、丸投げっすか。まだあの素人ですよ。素人に毛が生えたようなもんですけど、私どう思うって言われてもね、わからないにしようかな。体調失格ですけど。いや、わかんないですね。現場猫になれる。現場猫。うん、まあよし。まあとりあえずまあよしでいく。いや、ここが慎重になるべきでしょね、リーダーとしては。私も同意見だ。慎重すぎるのも良くないけどね。うん、あんまり万有すぎてもね。ないから仲間の命背負ってるから、今リーダーだから。リーダーだから。なんでだよ、いちいちお前の意見なんかいらねえよ。お前な、協調性ってもんがないのか。お前チームだぞ、私たちはなあ。俺たちはチームなんだよ。お前あんなの俺らで倒せんじゃん。こいついらねえ。ごめんなさい。てか俺一人だってやれ。いや、ちょっとお前さ、作戦行動ってわかるねえ。これ順平、お前若さか。これが若さか。危ない、後ろだ。ああ、言わんこっちゃない。順平、お前何や。あ、二人になっちゃってるよ。敵二体を捕捉。でこいつは確か弱点がね、なんだか氷が弱点だった気がするんだよね、俺の記憶では。なんで作ってきたのかね、ペルソナね、この氷のペルソナをね。これがあれば多分いける余裕。じゃあいくぜ。順平の、順平のあれかな、順平の、順平の尻拭いをしないといけねえかな。偽りのせいで、またブフが効くはず。いくぜペルソナ、いけ。あ、あ、避けられちゃった。敵はあと2体。何避けてんだよ。油断するな。よし、じゃあガールでいこう。あぜ、風系いけ、ペルソナ、ナイス。あと1体だぞ。ガール使ってるんだ。あと1体だよ。多分ブフ効くはずなんだよな。ペルソナ、あれ弱点だよ。よし、いや、経験値でかい。ありがてえ。あ、ゆかりのペルソナレベルアップした。ちょっと食らっちゃったな。ったく、早速敵のペースじゃん。順平のせいだ。こうなっては仕方ない。手をこう。君らも匂いを追ってくれ。このままではカッコ撃破の的だ。もう順平のやつ、自分からはぐれてどうすんの。反応では何秒か先へ行ってるだけだ。わかりました、すぐに。大丈夫かな、あいつ。ああ、やばい、めっちゃ来た。邪魔だったの、もう。ごめん、順平、諦めてくれ。嘘嘘。あ、いたいた。敵に囲まれてるって。あ、やられてんじゃん。ほら、言ったの。お前、言ったじゃん。だから、お前。一人じゃ無理だって、お前。くそ、俺一人だって。
やっぱり、なんかやっぱ特別扱いされるから、ゆうきくんばっかり、拗ねてる。え、陽介ポジ？え、そうなんですよ。そうなんですよ。順平を助けなければ。いろんな仲間が。よし。よーし、オッケー。あ、レベル上がった。やった、10になった。お、自分にさらなる変化が起ころうとしてる。どういうこと？あ、やった。ペルソナが、所持枠が8に増えた。これはでかい。やったー。順平のペルソナもレベルアップした。あ、落下場覚えた。なんだっけ、落下場。ただけな。多分バフかな。言わんこっちゃない。一人で勝手するからよ、もう。どうだ、お前、もう。で、大丈夫？優しい。優しい、ユーカリ。大丈夫に決まってんだろ。つが、別に助けなんか。もう素直になれよ、お前。ちょっと、あんたね。おい、気をつけろ。敵の動きが急に静まった。警戒を怠るな。はい。純平さん、市場挟まないでくれ、市場を。命かかってるから。わっと、なんだよ、動かねえんじゃなかったのかよ。本当だ、動き出しちゃった。どうやら列車全体がシャドウに支配されてるらしいな。そんなことできるの？すげえな、シャドウは。マシって、ちょっと大丈夫なんですか？おい、やばくね？まずい、このままスピードが落ちないと数分で一つ前の列車に追突する。え？追突？え？なんなんですかそれ？え、ワイラー死ぬんですか？いいか、落ち着いて聞くんだ。あ、はい。さっきから戦闘車両に強い反応を感じる。多分それが本体だ。なるほど。行って倒し、列車を止めるんだ。列車を止めるということ、物理的に止めるってこと？本体はこの中、オッケー、わかりました。ちょっと待って。意外と早く着いた。回復させて、ちょっと、一回。SP 回復しとこう。これでいけるでしょ。オッケー。ということで、じゃあ、戦いますか。本体はこの中だと。じゃあ、ボス倒しましょう。大丈夫だ。なんかいる。いた。どういう姿勢だ、お前は。BJ って書いてある。なんだ、あれ。うわ、すっげえことになってんな。何やってんだ、こいつ。こいつが本体。先はもうないし、こいつで間違いないよ。若干センシティブなんだ。若干センシティブなシャドウだな、お前。行くぜ、BJ。どういう意味なんだ、BJ って。あ、ブラックジャック。ブラックジャックかな。これだけの大物は初めてだ。焦らず慎重に行け。攻撃力上げる。攻撃力上げよう。ペルソナ！じゃあ倒すぞ。練習ペルソナ。何が弱点なんだろう。忘れちゃった。ガル効くか。風。45、あんま強くねえ敵。意外といけそうな気がする。離れる。了解。分析してみる。何かな。少し時間がかかる。ああ、弱点ないのかな、これ。召喚しないで。何を召喚する？なるほどね。雑魚召喚してくるのね。時間稼ぎですか。小賢しい。はいはい、まあ、でもこれは全部アギ。こっち弱点アギだよね。あれ、ブロック？え、ブフか。ブフっぽいな。ブフっぽいぞ。マジか。ブフか。闇の力は効かない的な。女強行だね。プリーステス。氷、反射する。光と闇が効かない。氷以外は使って OK って感じね。OK です。弱点はない感じだね。あと5分か。いけるかな。よし、OK。召喚。あ、なんか、キリねえな、お前、召喚。ちょっと待って、このザコバカ倒したらキリがないな。ここはペルソナ変えよう、一回。ここでフォルネウスだな。これフォルネウスにして、これがブフが弱点だ。記憶では。やったっけ？やっぱりね、ブフが弱点だ。弱点にズバリだ。もういっちゃんが体勢を崩したと。こいつが崩した。できれば一発で倒せなかったからな。一発倒した。この間にやるか。いや、氷反射するのか。厄介だな。突撃しとくか、じゃあ。くらい。あ、47。まあ、でも全然いけそう。全然いける。じゃあガルで。あれさん、こんばんは、ありがとうございます。今日は P3P リマスターですね。今ね、ボス戦やってます。ボス戦ですね。アギって。
手順備。これは倒せそうだ。よし、敵は弱ってきている。よしよし、その調子だ。これでペルソナ変えよう。リリム。なんでもジオ。ペルソナ。雷。オラ。ペルソナ。よし、感電状態になってる。なんだ感電状態って。覚えてないよ。ほら、倒せる倒せる。敵はだいぶ消耗している。よーし、これはもういったんじゃないか。行け、準備、倒せ。終わりだ。よーし、ナイスクリティカル。よし、倒したぜ。ナイス、準備。よっしゃ、やった。ダイヤモンドゲットした、やった。いやあ、レベルアップ、レベルアップ。いやー余裕だったな。まあまあね、これがキプレイですよ。ギリギリこれがキプレイのあれで知識ですあんま覚えてなかったけど、結構いけたな、余裕でね。オッケーオッケー、イエーイ。っておい、止まんねえじゃんか。え、嘘、助けて。ブレーキかかんないとすぐには。そうだ、だから物理的にブレーキかけないと。おい、どうした、前の列車はすぐそこだぞ。オッケーオッケー。なあ、こんなもんの運転なんてわかっかよ。適当になんかでっかいレバー引きゃいいんじゃねえの。よし、任せろ。俺が引くブレーキは。どうだどうだ。あ、でもブレーキちゃんと押したっぽいぞ。引いたっぽいぞ。止まった？止まってるみたい。よし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 、やった。おい、怪我はないか？はい、先輩大丈夫です。俺がブレーキをしっかり引いたんで、俺が。アピールしとこう。大丈夫です。俺がやりました。しっかり。やば、私膝払ってる。ああ、もうめちゃめちゃ嫌な汗かいたっつーの。まあ確かにね、衝突したらもう終わりだからな。無事らしいな。はい、あ、俺がやったんで、ちゃんと。今回はバックアップが至らなかった。すまない。私の力不足だ。まあ、もうそこはね、ほんと反省してもらいたいんですけども。先輩といえどね。うん。厳しいこと言ってすいません。シャドウの反応はもうない。よくやってくれた。安心して戻ってくれ。結構ブラックだな。いきなり放り込まれたな。よくわかったね。いやー、ブラックな職場です。あ、勘です、勘です。体が勝手に適当に、どうしようかな。適当にやったらいけました。適当？あ、いや、もう何でも。つか帰りなんか食ってかね。安心したら腹減っちったよ。はい。準備反省しろ、お前は。単独行動取りやがって。お前の命が危なかったんだぞ。リーダーの言うことを聞きなさい、準備さん。また一つ仲間たちで、厳しい戦いをくぐり抜けた。互いの信頼感が高まった気がする。本当？本当？あとは愚者コミュが特別課外活動部の3になりましたね。はい。なんだ？お、戦闘中に合体攻撃を提案してくれるようになった。合体攻撃ってあったっけ？そんなのあるんだ。ワンモン起こした時にその隙を狙って行う。あれかな？ P4 の、あれかな？ティエちゃんと、ユキコとかのあの技みたいなやつかな？お、一方その頃、寮の作戦室。俺だ。あ、サラダパイセンだ。こちら現場だ。たった今、すべて片付いた。モノレールにも目立った被害はない。ご苦労様、キリジョー君。あ、理事長。いやー、列車を乗っ取られたと聞いたときは、正直どうなるかと思ったけど上出来だよ。これなら明日の朝刊に変な大見出しが出るようなことはなくて済むね。いや、世界救ったわ。彼らがよくやってくれました。俺がね、うん、ゆうきくんがね。短期間で驚くほど成長しています。しかしシャドウの様子、ただごとじゃないですね。モノレールを乗っ取るなんて調子に乗りすぎてる。こちらでも調べてるよ。ついに始まったということなんでしょうか。始まった。何が始まったんでしょうか。うん、まだ早計には言えないけどね。ま、
とにかくまずは現れるきっかけを突き止めないことにはね。まあこんな感じでね、まあまあエヴァでいう使徒的な感じですね。シャドウがなぜか現れてくる目的が何か、多分シャドウ的にはあるんだけど、まだこっちには分かってない敵が。いつもこんな土壇場までわからないのはどうにもまずい。私にもっと力があればみんなの負担を軽くできるんですが。気にしなくていいさ、君はよくやってくれてる。圧倒的人材不足ですから。アットホームな職場です。そんなことよりね、時給0円。時給0円。いつ起こされるか分かりませんが、アットホームな職場です。真田くんさ、なんか飲み物持ってない？誰も来ねえよな。誰も来ねえな、そんな募集じゃ。はあ？というか、いくつきさん、今日なんだか疲れてませんか？そうなの？まさか、表に止めてあった自転車。あ、自転車で来たんだ。明日、いや、明後日あたり筋肉痛かな、こりゃ。うん、なんか車とかバイクとかそういうエンジンで動くものは影時間は使えないんだね、普通は。ああ、だからチャリで来たってこと。あ、でも理事長もあれなんだね、体制があるってことだね、影時間に動けるから。夢枕にあの少年から告げられた試練の警告、それに呼応するかのように再び現れた巨大なシャドウ、俺らは一体続く。あれこれ考えるには体が疲れてしまった。とにかく今日は戻って休もう。機材の調子が悪い、これかな。録画されてるビデオ、あ、見れるの？録画怖っ。見ちゃっていいのこれ、盗撮じゃん。何これ、ザワザワ言ってるけど。2009年5月10日1時23分記録開始。ど深夜だな。ん？何これ、これだ、部屋じゃないよねこれ、ラウンジだよねこれ。あ、作戦室が映っている。作戦室か。いくつきが一人で書き物をしているようだ。いくつき理事長だよね。うん。街の真ん中にシャドウ。しかも交通機関を乗っ取るか。これはいよいよ始まった可能性を検討する必要がありそうだね。なんだそれ。めちゃくちゃ意味ありげなこと言ってるな。なんだ、どういうことだ。モノレール。モノレールにも乗れる。うん。くだらねえな。くだらないダジャレしか言わんのか、じいさんといい、お前といい。そうだ、メモメモと。誰が取ったの？だが今回の勝手に誤作動で取られた。偶然に味方された様子が大きい。特に最後。運転台の操作を誤っていれば、あれだけで命に関わったに違いない。シャドウが集団で機械を乗っ取るという前例のない行動。モーター、あ、もうやめろよ、もうやめろよ、二度はないぞ。モーターが壊れて、モーター、おいおい。お前いい加減にしろよ、理事長だからって調子乗んなよ、ちょっとお前。全く冴えてねえよ、やめろやめろ、お前もうメガネかち割るぞ。え、これ声優さん誰だっけ、なんか思い出しそうで思い出せないんだよな。いくつきさんの CV 誰だっけな、メモ、誰だ、どっかで聞いた声ではあるんだよな。誰だろう、ちゃんと歩道を歩きましょう。もうやめて、もうやめて、死んじゃう、こっちが、こっちが持たないって心が。車道は大変危険です。呼吸なるわ。本題からだいぶそれたところで乗ってきてしまったが、まあよし。そうだ、書き溜めておいて、今度みんなが集まった時に前段発射だ。やめろ、殺す気か。もう致死量だ。もう致死量のクソサブだ。クソサブギャグやめろ、もうこれ以上。どんなペルソナより強力だよ、お前のクソサブは。靴下をやめろって、もうマジでやめてくれ。拷問かこれ、新手の。作戦と何の関係もないね。何を見せられてるんだ、俺は。それからと。危ない、いくつきの勢いはとどまるところ知らない、やめろ。呪いのビデオじゃんこれ。映像はここで終わっている。恐ろしい、恐ろしすぎる。
誰だ、ちょっと待って、行月さんの声優誰だろうな。え、みんな聞いたことないですか、この声優さんの声。なんか聞いたことあるんだよな。誰だったっけ。